お疲れ様です。お疲れさん、今日何なん？今日はですね、佐藤崎チャンネルとしてはどうしても僕がやりたい企画がありまして。そうなん？はい、緊急来ていただいてるんですけど、っていうのはやっぱり今ネット上でスシローさんが大変な思いをしているなって、ニュースになってるな、なってますよね。なので、僕もちっちゃい時からスシローさんがお世話になってて、この佐藤崎チャンネルとしても、何かできないかなっていう。今日スシロー？スシローも食べに行こうというの。おいよ。でもただあの食べれたって多分そんなの誰も見たくないと思うので、佐藤崎さんが食べるもの全部正解できると、今日のご飯代は我々スタッフが出します。安っ。スシロー。スシローやろ。はい。その代わり、佐藤崎さん外すと、今回の食事代は全部佐藤崎さんに払っていただきます。お願いします。いいよ、スシローだもん。いいよ、いいよ、いいよ。それもやっぱり我々スタッフと対決みたいな感じで。まあ、当たるけどな。わかりますよね。わかる。当たり前にわかるよ。しかも俺、スシロー結構来るからね。子供とかと。楽勝、俺、徳島県、海の町で座ってんだよ。魚分かれへん。やりへん。それは。バカにすぎやろ。マグロとタイの違いとかやろ。わかる、誰でもわかるやろ。おー、簡単だよ。お寿司だよ。ということで、行きましょう。里崎チャンネル。10巻でやりましょう。10巻中何巻正解したら成功。何ですか？10巻です。だから10巻中何巻全部です。10巻中10巻なの。はい。ハードル高いな。じゃあ、俺はじゃあ何来るか分かんないように目隠しして、はい、僕ら頼みますね。じゃあ相談者頼んでよ。さすがにね、さすがに分かるけど寿司やろ。スシローさんは子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが楽しめるようにしてるから。スシローさんは子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが楽しめるようにしてるから。来た、はい、来た。うわ、それ視界ないの、やばいな。ちょっとお茶飲むか。はい、ありがとうございます。あ、ジップですね。いいですか。これでいきます。あ、味ください。これも簡単やけ。おいしいよ。いい締め具合だね。さっぱりして一品目としては最高に美味しい。はい。締めサバね。締めサバですか。はい。ファイナルアンサー。残念。え、嘘や。これも簡単やけ。いい締め具合だね。さっぱりして一品目としては最高に美味しい。はい。締めそばちゃうんか。痛い。サバやろ。もう一回あるんで、もう一回食べてくださいね。え、締めそばちゃうねん。え、ニシンか。残念。え、締めそばちゃうん、ほら。ああ、小肌か。正解です。そうなんです、小肌とね、サバって似てるんですよ。ね、スシローさんは子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが楽しめるようにしてるから。ね。一緒って言われたのは、もう魚業界怒ってくるから。え？魚業界怒ってくる。じゃあもうこれで客変えます。10問中、いや正解できるかに変えます。あまりにも我々としてもね、やっぱ選ぶチョイスが良かったから、俺らの勝ちやから。これはひどい。これはほんまひどい。じゃあ2つ目いきましょう。ちょっと待って、お茶だ。あ、お茶です。大丈夫、この企画大丈夫？あれこれは分かる、絶対に。これはもう楽勝する。これはもう分かるよ。さすがに2問目です、これ。はい、イワシだよ。ありがとうございます。正解。あれ、これは楽勝。はい、はい、いきます。
欲しいな。ちょっとネタ下にして入れてくれ。米が来る先に。でも、このメニュー1貫しかないんですよ。おかわりなしです、これは。なんやろな。マグロや、マグロの。マグロかな、マグロちゃうな、そんな。じゃあこれするわ、寒ブリにするわ、寒ブリ。ファイナルアンサー。うん、うん、ファイナルアンサー。なんか、もう一貫しかなかったら、もう一貫頼みましょうか。え、違う、全然でもいいっすよ。違う、違うとか言ってないですけど、これなんか、今までやったら2貫食べれるみたいな。ちょっと待って、ね、後で言い訳されても嫌な。いやいや、ちょっと待って。そう、カンブリやろ。ファイナルアンサー。うん。ファイナルアンサー、いいっすね。うん。残え、ちゃうん。あ、正解は中トロです。カンブリなんで青魚なんですか。いやいや、俺中トロって最初言ったやん。言ってないですよね。マグロや、マグロの。マグロかな、マグロちゃうな、そんな。はい、確認の結果、言ってません。マグロですって言いましたね。大丈夫ですか、本当に。え、これ大丈夫ですか。大丈夫だよ。3問終わって、当てられたのは1問。これいろんなもん食べてきてんだよ。正直、絶対これは判断です。うん、歯ごたえいいね。いいっすよね、うん、おいしい。俺が好きな旨味ある。おいしいわ今。はい、今までのやつ。シマ味。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ちょっと待って、シマ味。シマ味、シマ味ですね、うんうん。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。島味は、メニューにございません。そもそもありません。ですもチャンスでもう一個、もう一個だけ話しましょうか。いや、めっちゃ美味しいの。めっちゃ美味しいですもん、うん、いや、めっちゃ美味しいの、俺の好きな。これあるか、これはカンブリアル。残念。何してんすか。ハマチ、ハマチ。タイです。え、話題です。これタイだ、タイよ。マグロとタイの違いとかやろ。分かる、誰でも分かるやろ、お前。まだあるねやろ。じゃあこれ5問目ね。ああ、これは多分絶対分かるっす。かけてください。うん、うん、ん、これ貝やな、赤貝。ファイナルアンサー。え、赤貝、ミル貝、ホッキのどれかやる。はい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 。だから赤貝、赤貝、赤貝。ファイナルアンサー。粒貝かな。いや、赤貝、赤貝、ファイナルアンサー、赤貝。結構これ自信ありそうですね。うん、ファイナルアンサー、うん、残念。え、何貝、何貝。粒貝でございます。言ってたよ、だから粒貝かな。え、どのどれかって言ってたよ。大丈夫ですか、本当に。バカしたちゃいます。え、バカしたじゃないんですよ。違う違う、ほんまに言いにくいけど、俺が代弁するけど、バカしたです。いや、ちょっとやってみろって。ちゃう、言っとけ。余裕で当てれますよ、ああ僕は。余裕やろ、ひどかったよさっき。正直ひどい。俺は家の前にずっとスシローさんがあって、もうずっとそこで育ったから、スシローごちそうやったの。安いうまい、俺が何十年かけてスシローさん食べてきたから余裕でわかる。じゃあ行きますよ。はい、行きますか。そんなんでいいんすか。
大トロです。2貫あるけど。いらないです。大トロ。はい。あれなんですか。はい。正解は、カンプリです。お前さ、俺が何十年かけてスシローさん食べてきたから余裕でわかる。何を大トロやの。スシローほんまに言ってた。めちゃめちゃ言ってるっす。ヘビーユーザーなんで。でもカンブリはマグロの味やからな。だからもう無理食べとけいいんちゃう。マグロ食べなんて。じゃあ次いいですか。難しいな。もう一回ください。はい。わかりました。何？マグロの赤身。マグロの赤身ですか。はい。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解はビンチョウマグロのトロでした。合ってるじゃないですか。いやマグロどうですか。残念。しかもトロだから。ビントロだから。じゃあ次、はい、3問目。はい、大丈夫です。大丈夫。はい、これ結構自信あります。ホッケ貝。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解。しゃあよし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 。これで今佐々木さん並んだぞ。次いくね。第1問。はい、いくよ。はい、はい、送ってあげてください。ん、これもな、分かりやすい。うん。確信をつくために、もう一貫食べようかと思ったんですけど、うん、俺はもうあえてもう一貫食べないです。うん、ネギトロ。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。ね、もう一貫食べてもいいぞ。いい、ネギトロで。じゃあもう一貫ください。いい、はい。ちょっと違うな。なんか口に入れた時にさっぱり感があるよな。柑橘系のここから来るこのマグロみたいな感じの、うん、で後から来る海苔の香ばしさ、この三拍子。ネギトロで。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。残念。ナスパ。アンキモです。ねえ、トロってお前全部マグロの味するんちゃう。大トロです。マグロの赤身、マグロみたいな感じの後から来る海苔の香ばしさ、この三拍子。ネギトロで。いや、これ言い訳させてもらっていいですか。僕、あんきも初めて食べました。だから、ジュレポン酢が勝てたって。じゃあ次、最後。はい。超サービス問題だ。多分、一口じゃ無理だから、噛み切って。噛んで。うん、これは分かる。残りもらっていいですか。ちゃんと種類言ってな、ちゃんとな。うん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 、 OK です。 OK、 はい、正解は、カニコロッケ。すごいね、身がね、白身がパーンと弾ける感じ。ああ、これは間違いなく、うん、タラバガニ。タラバガニ。簡単。あ、簡単。正解はカニカマの天ぷらです。これはいいよ。タラバ、スチローさんすごいな。すごいわ。これすごい。これすごいわ。スチローさんの技術すごいな。すごい。だから引き分けや。引き分けです。ドロース。最後は楽しみましょう。楽しみましょう。みんなで食べよう。はい。ということで。